1956年頃、ニュートリノの実験を行うクライド・カワン・クライド・カワンは、アメリカ合衆国の物理学者である。フレデリック・ライネスと共に1956年にニュートリノを発見したことで知られる。フレデリック・ライネスは、この業績により1995年にノーベル物理学賞を受賞した。カワンは、ミシガン州デトロイトで4人兄弟の長男として生まれた。 家族はミズーリ州セントルイスに転居し、そこでカワンは公立学校に通った。ミズーリ工科大学の前身であるミズーリ工野金学校に在学中の1939年から1940年、彼はミズーリ鉱山新聞の編集長を務めた。1940年に科学工学を収めて卒業した。カワンはアメリカ陸軍航空軍の隊員となり、 第二次世界大戦ではブロンズスターを授与された。1936年から1940年にかけて彼は予備役商工訓練課程に在籍し、アメリカ合衆国が第二次世界大戦に参戦した1941年には、少尉としてアメリカ陸軍のケミカルウォーフェアサービスに加わった。1942年8月にはロンドンに駐留するアイゼンハワー、 SS Air Force に転属になり、1943年にはガス攻撃の際に用いる正常化装置を設計、開発した。翌年、彼はマサチューセッツ工科大学のブリティッシュブランチオブザラディエーションラボラトリーのスタッフとなった。1945年、彼はイギリス空軍との障害役となり、技術情報や装置の伝達を改善した。 1945年にアメリカ合衆国に戻り、オハイオ州デートンのライトパターソン空軍基地で働いた。1946年まで現役であった。g i ビルから奨学金を受け、彼はセントルイスワシントン大学で修士号、そして1949年に博士号を取った。その後、彼はロスアラモス国立研究所で研究を始め、フレデリック・ライネスと出会った。 1951年、ライネスト・カワンはニュートリノの研究を始めた。彼らの研究は1956年まで続いた。1957年、カワンはジョージ・ワシントン大学の物理学の教授となった。翌年には、米国カトリック大学に移籍し、生涯そこで働いた。また、アメリカ原子力委員会、海軍兵学校、アメリカ陸軍、 ジェネラルダイナミクスエレクトリック・ボート、スミソニアン博物館等で顧問を務めた。カワンは、1943年1月29日に、イギリスで、ベティ・エレノアと結婚し、一男二女を設けた。その他、創生した子供や二人の養子がいる。1974年5月24日に、メリーランド州ベセスダで死去し、アーリントン国立墓地に葬られた。祖祖は、 近代洋法の父と言われた、LL ラングストロスである。また、カトリック教会の聖人キャサリンドレクセルは、遠い親戚である。ありがとうございます。